研究メメントルが解散。なんとあの有名ゲーム実況者グループメメントルが解散するらしい。ポケモンは何度もこのグループの元メンバー山田というやつを晒してきたんだけど、晒し続けて最終的に山田というメンバーが脱退した後、しばらくしてメメントルは解散ライブをすることを発表した。理由はメメントル自身大きい会場でゲーム実況するという目標を掲げて元メンバー含め8人で頑張ってきたが、メンバー1人が脱退することになり、最終的に8人で夢を叶えることができなくなり、それぞれのメンバー自身の道に進む方がいいだろうという決断になり解散することを決めたらしい。まあグループって大変だし、それぞれの人生もあるから仕方ないのかなと思う。清水の呪い、歌い手グループのみならずゲーム実況者グループにまで影響を与えるとは。メメントリメンバーそれぞれ頑張って。まあ俺のせいなんだけど、いや山田のせいか。まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録もよろしく、通知登録してない人は通知登録もよろしくね。清水炎上動画。